魚物本源氏物語とは、鎌倉時代中期に書かれた源氏物語の写本である。魚物本とは、代々の天皇に伝えられてきた天皇の所有物であることを意味している。実際に保管されているのが、京都の京都御所内にある東山御文庫であるため、東山御文庫本や東山御文庫本とも、また当時の様々な著名な人物によって書かれた。 巻を取り合わせた写本であるため、書く筆源氏とも呼ばれる。源氏物語体制には、写本記号、語として採用されている。すべて、鎌倉時代中期の書者であり、現在は巻により、多少寸法の相違はあるものの、全長にわたって、同じ古調層の表紙を付けられているが、最初から、現在のような組み合わせでの一組の写本にするために、書かれたのかは不明であり、 もともと別の組み合わせの写本のそれぞれ一部であったものをある時期に取り合わせたものである可能性も唱えられている。本写本の本文は巻によって以下のような異なる本文系統を持つ典型的な取り合わせ本になっている。この内別本の本文の中には青表紙本に近い別本や河内本に近い別本があるほか青表紙本とも河内本とも大きく異なるものもあり。 青表紙本や河内本が成立する以前の、いわゆる古伝本系別本が含まれていると考えられている。ありがとうございます。